こちら、参議院議員会館に久しぶりに来ております。こっち側、こっち側、こっち側。ここメインね。はい、こちらメインでお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんとですね、キラさんと田村智子さんが一緒に並んでいただいて、ちょっとこうね、共産党的には智子の部屋っていう感じで、いやいやいや、智子の部屋って、いや、智子の部屋っていう番組があったじゃないですか。ありました、そうそう、何回かやってたあの番組、はいはいはい、ね、あれちょっとね、田村さんがね、ちょうどこう出られてて、そうね、いろいろ喋られてみたいなのがあるんですけど、おしゃべりコーナーですね。はい、はい、今日はよろしくお願いよろしくしまお願いいす。たします。はい、で、早速なんですけど、まあ、つい最近もね、まあ、中学生となんかね、お話しされたりみたいなのもね、ちょっとあったりとかってあったんですけど、ね、キラさんがね、ちょっとお茶の水かな、どっかでね、写真もね、上がってたりとかしてたんですけど、前からね、ずっとお聞きしようと思ってて、なかなかこう、そう。そのままになっていた、ブラック校則。ブラック校則。ブラック校則の問題はね、ぜひそのキラさんにお聞きしたいと思って、まあ、まずこうブラック校則ってどんな校則なんですか？校則で、まあ、要するに一言で言うと理不尽な、まあ、人権侵害になるような校則のこと全般を、全般、まあ、ブラック校則と呼び始めた人たちがいると。で、その言葉を使ってブラック校則って私も呼ばせていただいてるんですけど、最近だとプールに入るときに生理日数をこう教師に報告しろみたいなのがちょっとそんなのがありましたなりましたよね。ね、つい最近まあ、ちそょうれどは校則とまではいかまないたと思い違ますうのけかなあれど、ば、結局そういうプライベートなことなんでね、言わなきゃいけないのかって、まあ、そういう怒りの輪が広がってるわけですけど、とか、まあ、髪の色を染めさせる、まあ、茶色っぽいのに黒くさせる、地毛が茶色だったのにもかかわらず、大阪府立高の女子高生が、まあ、訴えたわけですけど、地毛が茶色なのに黒に染めさせると。でしかもそれ1回だけじゃなくて何度も何度も繰り返しっていう、で結局彼女はその、まあ、染皮色膚するのから弱かったんで、そう、でもう染めるたびにかぶれて、でさらにそれが原因でさらに茶色くなって、さらに染めろえと言ダわメじれゃん。そそれね、健康のために良くないよでもね。大体髪染め禁止なはずなのになんで染めろっていうのそう、かっ茶色だったら染めないといけないって、こうちょっと意味そうがか本当意味わに分かかんんないないよね。で逆に地毛証明出させてみたりね、地毛は何ああ、色ですかみていうたいかな。さ、パーマだったらどうすんの？ストレートにしろってこと？ね、っていうそういう ちょっ話になとおってじぎくしたいる、感じなんがすかるけもうど、意味がわからない、ね、何がしたいんですかっていう、そういう、まあ、ひどい校則の実態がいろんなところで報告されていて、これは問題じゃないですかというのをこの間国会で取り上げてきたという話です。そうなんだ。だから最初はその地毛をね、その茶色なのに黒に染めろって言った件をきっかけに、それを質問したのが、2017年の12月。2017年12月。その結構前ですね。前ですね。だから17年の10月裁頃で判すにかね、訴えるって、そのでが言ったのがちょうどそのくらいで、その直後の国会でやったと。で、やっぱり、髪の色を指定するなんていうのはね、おかしいんじゃないですかっていう質問を白髪になっちゃったらどうするんだろうかね、いろいろね、全し部た思う健康被よね。害だよね。髪染めって体にいいはずがないからないでね。すよね。でちなみにこれひどかったのは、そういうことを、まあ、染めろって言ったのみならず、だからお前はダメなんだと言って、なんとお前はダメなんだ。ダメなんだぐらいの勢いです。お母さんシングルマザーで母子家庭だったんだけど、母子家庭なのも問題だとか、そうそういいうこうと言っちとゃまうでの？言い出して、ひどいでね。なおかつ最終的にはその学年進級した時に、在籍しているにもかかわらず名簿から名前を外し、教室の中のその子の席もなくしちゃったっていう、それひどまあいね、不登ハラ校スメントだね。そうなん不登校いや、あになってたのりえいいなこいとですに。よね。だからこれはもうまさに学ぶ権利の侵害だし、まあ、ハラスメントそのものだし、まあ、人権侵害甚だしっていうことで、まあ、これやった時に一応文科省もさすがにね、そこまでは在籍しているにもかかわらず名簿まで外すっいやいていうや、のはちょっと何ていうかな、ありえないっていうことひどで、すぎるよね。それは一応現場に指導したっていうこほうほう。とを答えさせたのが、まあ、この時の質問で。ほうほう。それで怒ったのは、まあ、私だけじゃなくて、うん、かなり広範な人たちがやっぱり怒ってですよね、そういう、まあ、
地毛が茶色なのに染めろっていうのみならず、そういうふうな、うん、あの人権侵害学ぶ権利の侵害までしてと、うん、でこういう拘束がね実はあの彼女だけじゃなかったと、私も経験したことがある、うん、私も私も僕も私もって、あ、私じゃなくて、そうっていうのがツイッター上で広がっていって、まあそういう中でそのブラック拘束という言葉もでき、そのブラック拘束をなくそうプロジェクトが民間で立ち上がって、でそれで署名も集めたんですよ、ブラック拘束なくそうと。で短期間にそのそれがまあ年末、それこそ12月頃からなんですけど、2018年の3月末時点で3万筆、一気に集まりまして、でそういう立場でもう一回質問したのが2018年の3月だったと、でこの時にはそのプロジェクトの皆さんが、あの拘束を調査していて、どんな理不尽な拘束ありますか、みたいな、どんなのあるの、っていう話になったんだ。でそれでもちろん髪の色とかもあったし、まあ、服装もあったんだけど、びっくりしたのが下着の色まで指定するってやつです。どうやって指定するの。だって普通中学だと白って書いてあるもん。え、なんで下着は白。どうやってみどか分かるの、だって男性してるとこがかなり問題ですよね。あ、そう、男性教師とかさ、まあ、女性教師でも嫌かもしれないけど、うん、男性教師とかさ見るってさ、それもうなんかそれ自体が犯罪だよね、ダメだと思うんだけど、ね、多くのとこでね、あ、はい、あの東京でもね、うちの娘が行った中学でも、うん、あの下着は白って書いてあるのよ、うん、下着はソックス白って。白なの。ただそこまで見ないよね。私はね、うん、白でワンポイントって書いてあって、はい、それ探す方が大変じゃないっていうさ、今時白でワンポイントなら OK って、ワンポイントってこう、マークみたいなさ、行かれたことないと思いますけど、ないよね、買わない、買わない、だから私が中学高校の時も買わないよね。そう、靴下いろいろあって、そのワンポイントは OK だけどライン入りはダメとかね。え、何がダメ。ワンポイントは OK だけどライン入りはダメ。なんで。わかんない。理由は？理由なし。なんかそこ拘束だから、決まりだから。あの、拘束カビ、カビはダメだから。拘束がおかしいね、やっぱりね。うん、だからそこがまあ変なんだけど。ね、だチェックまでしてた。で、チェックしてたんですね。で、さらにそれを、うん、じゃあどうやってチェックするのって言った時に実際にやられたのは、ブラウス開けてスカートめくって、それ別室だけど、やってた。やってるって言うんですよ。いやいやいや、だって、いやもう、だってそんなのさ、もうあの何、何なんか人権侵害そのものだよね。セクハラですよ、うん、ハラスメントですよ。ハラスメントだよ、もう。でそれ訴えられるよ、もうが、まあ、1個ではないわけですよ、うん、で私もやられたとか、いろんなもうツイッター上とかで意見募集してるから出てきてて、でしかも男性教師がチェックしてた例もあるとかね、とかもう、まあ、本当にこう開けてたかどうか分かんないけど、それこそその男性教師からお前下着の色青だったぞとか言われて、すごくショックだよな、そんなの。思いをしたっていう。てかね、見られてること自体っていうのが気持ち悪い。気持ち悪いですよね。なんでそんなことを言えるのかっていう。どこで見たんだっていうね。見てる段階でやっぱ犯罪だよね。だから訴えりゃいいんじゃないのもと思うけど。ね、そうですよね、うん、無法地帯なんですよね、学校がね。そうですよね。でそもそも校則っていうのは、うん、学校長の権限で決められるってなってるんです。あ、それ、そういう決まりになってるんですね。そういうことなの。だから学校長がもうこうですよって決めて、うん、で大体それでやってるって。だからその理由とかね、うん、なんでとかの議論を全く一切抜きに。え、ないの。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 え、そんなんでいいの。おかしいですよね。おかしい、うんうん、だけどそれを決めるその法律もないんですよ。その学校のまあ監修 の法律もないの。一部として学校長の権限で決められるものだよね。学校長の権限で決められるんだ。そういうふうにされている曖昧なものなんです。ね、ただまあ一応そういう学あの生徒指導の定用っていうガイドライン的なものを文科省が出していて、うん、そこに校則ってこうあるべきですよねっていうのをルール書いてるんですけど、うんうん、まあ、一義的には学校長の権限で決めるものなんだけれども、うん、社会通念に照らして、まあ、あの見直しをし続けていくべきだし、うん、まあ、その決める過程で児童生徒や保護者の意見をあの取り入れて決める例もあるよっていうふうなことが書かれてはいるんです。例があるんだったらその例を広げてもらいたい、ね、広げてもらいたいと。でそれを思って私これ質問したんです。うん、だからいや校則っていうのはね、はい、やっぱそう下着の色までチェックするみたいなのってもうおかしいよねっていうの大多数が社会通念に照らして理不尽なものは変えるべきですよ ね、見直すべきですよね、うん、それはそうですねっていう、はい、社会通念に照らして見直すべきって大臣が答えたと。はい、でそれに見直しにあの児童生徒が参加することも大事ですよ ね、 そうですねって言ったら、うん、一歩
歩踏み込んで大臣が、うんうん、児童生徒も参加するのが望ましいって言ったんです、うん、あー何そんなのダメだと言わなかったんだね。そんなのダメだと言うかと思いきや、ね、そう言いそうだよ ね、 あね例がある例がある止まりかなと、うんうん、だから帝王には例があるって書いてあるから、うんうん、そういう例も各地であると聞いておりますぐらいで終わるかと思ってたら、いや望ましいって言ったの。参加するのが望ましいと考えておりますって言った。素晴らしいね。これ素晴らしいんです。そうそう一歩踏み込んだ、ね、これ画期的なんです。でこの間のお茶の水でね、はい、あの中学生たちがいて、いや校則変えるの大事だよっていう話したんだよ、はい、変えてもいいよって聞、大臣も答えたんだよって、うん、わーとかってみそこにいた中学生が、だって大臣が言ったんですね、言ってた、だから大臣が言ってたからね、うん、とか言って盛り上がったんだけど、はいはい、やっぱこれなかなか知られてないし、むしろ生徒総会でね、うん、提案してもダメって言われる、うん、はいはい、ことが多いけど、はい、あの実はこう画期的な答弁を勝ち取ったので、はい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 、ぜひね現場ではそうだよね、うん、諦めずに使ってもらいたいよね、使ってもらいたいな、使わないともったいないよね、もったいない、はあ、でそれこそあの、うん、あの18歳選挙権主権者教育必要とか言われてるけど、まさに校則の問題って本当にそれをよく考えるきっかけになると思うんです、はあ、ルールっていうのは、うん、決められたもので、うん、変えられないってこの校則問題一つとっても思わされるじゃないですか、うんうん、下着は白で、うん、靴下白で、うん、当然だと、うん、破る方が悪いんだって、うんうん、じゃあなんで白なの、うん、誰も答えられないっていう、うん、そこをちゃんと議論をして、うん、ルールっていうのはあだから白がいいよねとか、うん、あじゃあ黒も認めようかとか、うん、あの議論をして自分たちで決めたルールだったら自分たちで守りますよ、守るよね、うん、でそうやってあルールってみんな話し合いで決めていくものなんだよねっていうことを中学生高校生から普通にやっていればですよね、うん、もちろんあの選挙権を得てからも自分たちで政治は変えていくもの作るものっていう、うん、そういう子たちがもっともっと私増えていくと思うし、そういう意味でもね大事だなと思ってます。はい、すごいですね。まあ、先生方の中でもね、はい、あの結構運動やってた高校とかはもちろんあって、はい、子どもの権利条約で、はい、子どもは自分に関わること全てについて意見を表明する権利があり、はい、権利条約ってあるんですよ、うん、それがで一応そういうことが決まってるとか条約、うん、それは、どこの批准してる、日本も批准してる、国連の条約なんです、国連の条約、あ、そうなんだ、批准してるんだ、批准してる、うん、あ珍しいですね、なんか大体ね批准しないでね、だんだんこう大体置いてたり放置したりとか ね、まあ、批准してもちょっと放置する意味なんですけどね、ただ、ね、意見表明の権利はあるけれど、はいはい、問題はその表明した意見をどうするかなんですけど、うん、日本語の訳だとね考慮するって書いてあるんだけど、もっとちゃんと英文ではごめんなさい、正しくあれなんですけど、うん、もうちょっと格が上のはずなんですよ、うん、尊重する、つまりそれを全部聞けということじゃないけれども、うん、やっぱり それぞれの発達段階で表明された意見について、うん、ちゃんと受け止めて大人はそれをこう議論して、うん、その意見が生かされるようにしていくべきなんだっていうのが権利条約の精神だから、そうしたらもう校則なんてまさに、うん、まさに子ども以外誰に関わることですかっていう、そう、先生じゃないですもん、そうですね、先生の服装とか決めてないですから、そうです子供の服装だけ決めてるわけですから、そうですね、確かにね、そして子供が意見表明するのは当たり前なんです、当たり前なんだ本当は、うん、本当は、あ、そう、うん、文科大臣がやっとそこに踏み込んだ、一歩踏み込んだ、あ、でもあの内容的にはね、うん、まあよくよく考えるとその精神からすると当然の答弁なんだけど、国としてなかなか踏み込んでなかった、うん、なかなか踏んでなかったところ、うん、珍しくあの、うん、キラさんが言ったことにこう踏み込んで、じゃあなんで認めたかっていうと、はい、私やっぱり三万筆の、ね、署名の力だと思うんですよね、あやっぱりねそういう声があるということで、ね、急速にだってその、うん、10月頃にその大阪府立高の子がはい、裁判を起こしたっていう報道があって、はいはい、で12月から署名を始めて、うん、3月末で3万筆って急速にその声が広がっているわけですよ、うん、だから無視できなかったんですね、この質問でもだから3万筆集まってますけどっていう話から入ったから、うんうんはい、ここで悪いことは言えないなっていうプレッシャーが、はい、なってるだけにね、しかもだってね、うん、なんかあれでしょ、頑張ってね、その当事者の人たちも声上げてる、始めたんでしょ、うんうん、だそうするとね、やっぱり声集まってるだけにね、否定できないんだね、やっぱりこれも大事かなと思う、声上げればね、はい、みんなで声上げたら、はい、大臣だって安倍政権の元の大臣だって、そうだよね、認めざるを得ない、大体ね、あの、うん、全て否定からね入る感じ
じがね多いんだけど、バカげた政策的なことをね平気で言う人とかがね、でも今回その分に関してはね、うん、あの結構いいこともね言ってくれたというか、うん、まあねそのおかげでその政策的な、ね、あの反映もできそうだみたいな、ね、校則の問題って結構深くて、やっぱりあの不登校になるきっかけの一つは、うん、その決められた服装でもうガンガンそれで指導される、うん、それがもう息苦しくて嫌になって、うん、あの学校行かれなくなっちゃう子っていうのは、うん、これいますからね、現実にいるんだよね。うん、であのその指導がね行き過ぎれば、うん、あの場合によっては指導死っていう問題もこれずっと問題になってきたわけですよ、うんうん、特に真面目な子がちょっとルールを踏み外しちゃった時にガンってやられると、うん、そのショックであのその指導を受けたその日に首吊り自殺しちゃったとかね、うん、そういうのありますね。そういう事件がね、うん、結構少なくはないわけですよ。痛ましいね。痛ましいんですよ。 こんなね、うん、縛りつけて管理するっていうことが、うん、あの子供に何をもたらしてるかっていうのはもっとちゃんと見るべきだと思いますよね、うん、不登校ね、うん、なくなると思うんだよね。こう校則本当に子供たちが議論なくなるっていうか、あの一定ね、うん、解決できる部分あると思います、うん、やっぱりそういうことでね、うん、あそういう意味では子供たちを信じてないんですよね。そうそうそう、学校現場、今の教育服装の乱れはなんちゃらの乱れとか言ってね、そうそう、ね、いやそうじゃないでしょうって。子供たちだってちゃんと議論すれば必要なルールは自分たちで決めて守りますよ、うん、で今いくつかそういう校則を自分たちで決めてる学校っていうのあるんですけど、うん、高知の方だったかな、その高校とかでは、うん、あの校則決める中でね、うん、スマホだ、携帐だったかな、21時以降使わないようにしようっていうのが定義されて、家の中のことまでも、そうそう、スマホ、スマホだったかな、そう、使わないとかいうのが定義されて、でケンケンガクガク議論して、でもそれを受け入れたんですって、結果としては、でそれをちゃんと守ってるっていう、そういう例もあるんです。そうなんだ。そうだから、意外自分たちで決めたんです。自分たちで決めたら守るんですよ。だからあのそれが、まあ、使い始めちゃったら止まらないとか、うん、なんかそういう言われてたんで。ね、止めた方がいいんじゃないかなと思ってる人もいるからね。いるから勉強をしないといけないからとか、ちゃんとね、時間を決めてやるように自分でもしたいけど、うん、なかなかできない。そこをやっぱり高速でね、みんなで決めてやればいけるかなみたいなところかな。そんな方も思ってるのかな。だからあのそういうのをちゃんと自分たちで決めたら守ることもできるし、もちろんじゃあその決まりがいいかどうかは別としてですよ。まあね、あのどこでもね、それ言ったらいいか、言ったらいいかってことじゃなくて、ね、はい、ちゃんと自分たちで必要性を議論して、で必要なルールを決めて、必要なも、うん、ないものは削除をして、うんうん、そういう中でやっていけばちゃんと守れるし、うんうん、秩序も保たれる、うん、だそういう力を子どもたち一人一人がちゃんと、うん、もう特に中学生高校生にもなればね、うん、あるんだと。そうで、ね、まあ、18歳選挙権なんだからね。そうですよ。いや小学校1年生にその力があるかって言われると、また、うん、まだまだあの未発達な部分が、ね、あると思うので、まあ、その段階に応じた対応っていうのは多少は必要かと思いますけど、だからといって小学1年生にも何でもかんでもこうあるべきだよって上から押し付けたらそれで済むかっていうと、そうじゃないと思うんですよね。やっぱ授業中こう立ち上がりたくなる子がいるような時にね、うん、なんで立ち上がりたいのかな、今はちょっと座ってほしいんだけどなっていうのを本当は一対一でこう話し合って、うん、あの理解し合うことができるように、こう許容し合えるようになると、あのまた違ってくる心にゆとりがお互いにできてくると思うんですけど、うん、まあ、小学校は校則ってまず聞かないから、うん、ないですけどね、やっぱり、ね、自我が目覚めた中学のところでなんで校則で縛るのってなるよね。中学校はね、中学校、まあ、いろいろ考えることが多くなりますよね、うんうん、本当に息苦しいですよね、うん、あ、そうなると余計にね、考えられるから余計にね、うん、あのこんなんでいいのかなと思っちゃう、そう、うん、さっきの下着のなんか本当にもう論外みたいなね、チェックなんで、うん、だけどあの一般的に理不尽なのはいっぱい、うん、あると思って、で私が自分の娘の時に経験したのは、あのタイツ禁止っていうね、あ、いや、あります、ね、冬でもタイツ禁止、あのマフラー禁止とかもあります。タイツ禁止なんで素足で出てこい、どうして、絶対だからどうしてって聞いたんですよ、答え、うん、られないの。でうちの娘はもともと校則が嫌いな人で、あのくるぶしの上までソックスってのはダサいとか言って、くるぶしギリギリ見えるかな、ソックスが短いのが、そう履きたい人なんですよ。スニーカーから見えるか見えないかのやつ、まあ、それも寒い気がするちょっとする、そう。だから先生は何て言うかっていうと、はい、ちゃんと長めのやつ履けば寒くありませんって、はい、ちょっと待ってと、それはそれだけど、でもタイツ問題はあるけど、でもじゃあなんでタイツダメ、でもなんでタイツダメ、その電話
話でやり取りしたのが男の先生で、だったらあなた素足で出てきてみなさいよって言いたいのをグッとこらえながら、素足でスカート履いて出てくればやってみなさいよって言って、だから風邪気味だったんですよ。風邪気味で、それでしかも雪がよく降る冬だったんですよ。でだから風邪気味でここでちゃんとしなかったら風邪ひいて休むことになるのと、風邪気味だったでタイツ履いてっちゃダメですかって朝電話をしたら、ダメですって言われて、いや風邪気味なんですけどダメですってこう言ったら、おかしいよね。ねえ、タイツっていうかさ、それ認めさせましたけどね、何ヶ月かかかりで。さすが認めさせたの。ただね、親が動いてそれやるのは不本意だったんですね。なんかもっと子供たちやりたくなかった、ね、子供たちも寒い寒いって言ってたの。いやでもね、そりゃね、子供からすればね、まあ、子供が自分で考えてやるのはそりゃね、それが大事だと思いますけど、いやでもそんなにね、親、子供を守るのも親の役目でもありますからね。それを考えれば。そう、さっきの大臣答弁では、児童生徒や保護者、まあ一緒に考える、ね。一緒に考えるのが望ましい。保護者も一緒に考えていいですって。だから田村さん、手紙書きましたよ。寒さ厳しい折、お元気ですかが始まって。え、寒さ厳しい折りって。そこまで書いたの？書きましたよ。すごいですね。先生方、お体大丈夫ですか？田村さんすごいですね。そんなことまでやるんですね。これも民主主義のやり方ですよね。そんなことまでやってんの？ところでって、以前お願いした検討はどうなりましたでしょうか。そんなことまで書いたの？すごいですね。ありますよね。そうなんだ。やっぱでもなんか聞いたことがあると、うちわでは浮いちゃダメとかね。そんなのもあるとかね。だからクーラーで暑い時に、水持ってきてくださいって言うでしょ。水持ってくるんだけど、授業中は飲んじゃいけません。そう、それは意味がないじゃないですか。なんでさ、何のための水分補給みたいな。だから水分補給しないでさ、何干からびて死んだら大丈夫なのに。だから熱中症が大問題になってる時に、水道が危ないからですかって聞いてる。なんで、クーラーが効かないとか、クーラーがないとかいう時に。暑くてさ、厳しくてさ、熱中症で倒れるときにさ、何が必要って言ったら水分必要だよね。水分ですよ。で、暑いからさ、ちょっとくらいなんかで覆うがさ、それでも暑いかもしれないけど、いいじゃんね。いいじゃないって。なんでそれでさ、うちわで仰いじゃダメとかね。水を飲んだらね、持ってきてもいいけど、水を飲んだらダメとかね。もう考えられないよね。健康問題。だよね。ね、だからやっぱりそういう意味での理不尽な拘束っていうのは、見直していくべきだし、あとこれからのやり方として、そういう学校の校則っていうのは、非公開なんですよね、基本的に。これを公開させていこうっていうような動きもありまして、元議会でそういう質問もされたって聞いてますけど、世田谷区がね、公開しますって言い出してますね、世田谷区がね。そう、やっぱりそういうホームページとかで外の人も含めてその校則を見られると。でそうした時に、社会通念上おかしいじゃないっていう時に、いろんな人たち、中にいる生徒たちが声を上げられない場合もあるから、そういう外からの圧力も使いながら見直しをこうさせていくっていうような動きを作っていくのは、大事かもしれないですね、最初の動きとしては。そうなんだ、ね、ぜひ見たから、ね、その答弁を生かし て, 生かして、ね、ちゃんとね、 それぞれのね、学校とかでなんとか話し合ってもらって、ちゃんとね、田村さんみたいにね、保護者の意見もちゃんと取り上げていただいて、でもね、結構頑張って何回もいろいろね、分室をしたためて頑張らないといけないかもしれませんけど、でも寒さね、何々の折みたいな書かないといけないかもしれませんけど、それはそれで大変ですけど、そういうことを含めて、ちゃんと話し合っていただいて、決める方向で法則はね、話し合えるっていう関係を作ることが、まずね、クレーマーじゃないと、一番嫌なのは、クレーマーと見なされるのが一番嫌なんですよ。クレーマー、そうですよね。だからホームページで例えば公開ってした時も、ぜひその叩くってのはやめてほしいですよね。公開しても何の解決にもなりませんから、叩いて学校的にしてもダメなんだから、やっぱりどうあるべきかっていうのをみんなで考えるっていうね、いう、そのやっぱその中だけの閉ざされた世界じゃなく、それが社会的に見てどうなのかってことも含めてね、学校叩きじゃないです、決して。そうなんです。で実際教師の皆さんもすごく悩んでて、個別にちゃんと適切な
こう背景も踏まえて子どもたちの指導したいと思ってるのに、うん、もう多忙が激しくて、うん、一人一人に向き合う時間もないと、うん、でそういう中で、まあ、学校の中でこのルールを決めて守らせることが何より大事とか言われた時に、もうそれに自分自身も嫌がおうにも従わざるを得ない現場の先生方の苦悩っていうのもすごくあるんですよね、うん、だからやっぱそういう先生たちをまたさらに追い詰めるということではなくって、うん、あのそういう人たちも含めてみんなで一緒に考えようよ、うん、変えていこうよって支え合い励まし合える、うん、地域と学校との関係、うん、保護者と学校生徒と学校の関係ができていくといいですよね。本当に子どものための校則だったら自信持って説明すればいいんですよ。今やっぱね、うん、そこまでほらさっきの LINE ワンポイントだけで LINE はダメとかって、うん、やっぱねあの外の目ですよ、どっちかっていうと、うん、今中学校も選択制みたいになって選べますよと、はい、結構広い区域の中からどうぞ選んでくださいとなると評判、はい、そしたらあそこの学校は荒れてる荒れてないとかね、はいはい、先生一目瞭然で見ちゃうのはどうしたって服装がどうかとか見るわけですよ。で、あそこはみんなきちっと決められたので行ってるよねと、はい、いい学校だよねと、はい、という評価につながったりしちゃうんですよ。そこがつまんないよね。もっとその子供の個性生かすにはどうしたらいいかとかね、うん、子供がもっと楽しく学校に通えるので、うん、それはさ外見じゃ分かんないですよ、うん、それは子供たちの実感で楽しいよねっていうことが外から見ては分からないから、うん、外から見た時にきちっとしてるっていうのは一つの評価基準になっちゃうんですよ、うん、それがでも子供にとってはものすごい息苦しさを生んでるって場合は多々あるわけだからね。そうなんだ、うんまあ、考えるべき問題なわけですね。そうですね。服装もね。子供のための校則でしょっていう、うん、子供たちが成長発達集団的な生活していく上でのルールがどうあるべきかっていう校則でしょっていうふうにやっぱりしていかないといけないですよね、うん、と思いますよね。そうそう、だから生徒指導定員文科省に戻ると、うん、それも一人一人の児童生徒の人格のを尊重して個性の伸長を図るための指導が生徒指導だっていうふうに書いてあるんですよ、うん、そんなこと書いてある実は書いてあるんです。生徒指導っていうのはそうちゃんと守らせるルールを覚えさせるためのとかって書いてない、書いてないんだよ。そもそもはそういう個性を伸ばし生かすことなんだっていうのが一番最初に一応書かれているんです。あなたからこのルールに従わなければダメですみたいな書いてないんです。だそういう立場に立つならば文科省の立場に立ったとしても、はい、やっぱ子供が中心になるルール作りっていうのは当然のやるべきこと、はあ、やるべきことね、うん、確かにね、はい、そうなんだ、うんはあ、結構深いんです。そう結構深いですね。いやあのね今日ねあの元々はね田村さんに、ね、あの来ていただく予定じゃなかったのにね、あの急にお願いしてね田村さんになんとこう ご登場いただいたおかげで、はい、ねあの結構いろいろ深いねあの、はい、お子さんのお話まで聞いて3人寄ればなんちゃらなんとかねありがとうございます。いやそれでですね、まあ、あの校則の話をいろいろしてきたんですけども、うんうんうん、あのぜひねあの今の、まあ、政治の件、うんうん、今の国会の話とかもね、はい、ちょっとお聞きしていきたいんですけども、うんうん、まずはやっぱりねこの間一番話題なのは小池さんの動画、はい、小池さんの動画がですね今410万かな、いや410 10万いった、もうこの間ね気が土曜日の日目指せ500万って街頭で、そう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 、私もね、もう500万いきますよとか言ってね、いけそうな勢いじゃないかと、ちょっと勢いはね、そうだなと思ったんですけど、次は1億ですか、だいぶ外れた、いやいやいや、そこまで、あそこまで見てる人いるのかな分かんないですけど、いやでも本当にねそれぐらい言っててね、うん、いやちょっとびっくりしてるんですけど、いやすごいです ねそれだけまあ怒りと、うん、あと小池さんも言ってましたけど、やっぱあの動画がヒットした理由の一つは、うん、そのどうしたらいいの答えがあるっていうところ、年金の、はい、2000万円足りないおかしいじゃないかっていう怒りだけじゃなくって、うん、その先にじゃあ年金減り続けている年金をやっぱ底上げしなきゃいけないよねっていう、でしかも財源も含めて提案されているってところがヒットの原因かなと、ね、でだからでむしろ若い人なんだよね、うんうん、今もらってる人はそんなに目減りしていかないから、まだまあ今は大変だけど、ね、減っても困ると思いますよ。困る人いっぱいいるんだけど、これからね毎年ね5000円ずつ減っていきますよ、だからねそれもそれで困ると思いますけど、ね、だけど若い人たちは もっと劇的に今との関係では減らされるっていう、やっぱりもらえない可能性はねだんだん出てきて、優等書まで出てきましたよね。そうそうそう、どうせもらえないんだったらもうとあの徴収やめてくれっていう、そう払えたくないよって崩壊ですね、そしたらね、うん、になっちゃう。だからいやだってあのね今ほら学生の場合ってさあの
国民年金って強制加入だよね、二十歳になったら。あれ結構痛いと思うんですよ。痛い、何が痛いって、だってそもそも学費が高いでしょ。でそれで奨学金もらったりするじゃないですか。でさらにね、そんなお金払うのって話でしょ。で親が払えるね、すごい余裕がある人はいいですよ。だけど払えないとね、どうやって払うのって話になって、結局本人がどうやって払うの。いやそうすると何、強制だからバイト、もうそんなことしてると大変ですよね。本当ですね。ね、でそれでね、無理くり頑張ってもし出してる人がいるとすればですよ、いやそりゃ学生だってね腹立ちますよ、そりゃ、うん、それでちゃんとね、うん、もらえるかどうか分かりませんとか、うん、されちゃうと、うんうん、と思います。だから免除申請出して免除されたとしても、うん、学生は免除をお願いできるのでね、うん、でも免除して払わなかった分を、うん、後から全部払わなかったら満額支給にならないんですよ。は？え？免除っていうのは、免除したら、免除ってその分だけ遅らせていいんじゃないの？っていうことじゃない。ない。それは払ってないっていうことになるんで、後で、そうそう、あ、払わないといけないの？その分。え、だから何？もし払わなかったら、はい、年金額が減りますよ。ということは、その時の分は無理やりなんとか、その後に払わないといけないところですね。だからそれこそ奨学金の返済も抱えていて。奨学金の返済しないといけないんですね。いけないって、これから働き始めて奨学金返済始まりますって言った時に、またその、それもなんか倍払うとか、年金も入ってきて、働き出したら国民年金だし、ね、当たり出したらまあ厚生年金にも入りますけど、厚生年金あるけど、厚生年金は社会だから、20、今までの何年間、4年間、5年間分の、別に国民年金払ってないと払わないといけないんだ。そのそのたまった分も戻って払わなきゃいけないし、そんな生活やだ。もうどんだけ絞り取るのよっていう、絞り取れないよ。だってもうやだよそんなの、払いたくない。それそうやって大変な中頑張って払ったとしても、うん、一体もらえるのっていうね、今以上にもらえる可能性はもうゼロに等しいと。なんか目減りしていきますみたいな、ね、目減りしていきます、はい、で、まあ、普通に暮らしていくためにはまあ3000万ぐらいは貯金はしましょうねとか言われた日には、はいはい、無理だよね、どうすればいいんでしょうっていう、そうなりますよね。だって2000万とか言われても厳しいし、なんか2人だったら3000万とか、なんか今からだったら3000万とか、今から今の会社だと3600万、今のね41歳の人が65歳で受け取るところまで目減りをしますよっていうのが、そのマクロ経済スライドですでに決めてます。自動目減り方式、はい、自動目減り方式、最悪ですね。なんで自動目減り、今言われてるその2000万っていうのは、はい、あの夫婦に2人で、はい、あの夫が働いていて、はい、あの妻が専業主婦だったっていう人のモデルケースで、うん、比較的年金いっぱいもらえる世帯、パターンの、ね、パターン、はい、それでも厚生年金だったのに、はい、2000万足りなくなりますよと、95、はい、夫が95、はい、妻が90ぐらいまでの間で、はいはい、それぐらい足りなくなりますよって試算で、はいはい、今の41歳の人たちは3600万足りなくなりますよっていう、うんうん、90ぐらいまで生きようとすると、3600万なんか絶対たまらない、ね、貯められないですよね。毎月いくら貯金すれば何かなるのかなみたいな、ちょっと前にそう、あの私、浅香さんに、浅香由香さんに話を聞いてみたら、はい、あれ7万が何か出たっけな、そうそうそう、なんかね7万ぐらいさっき月ね、7、8万とか7万、ね、7万何千円かなんかと、ね、うん、あの貯めないといけないみたいなことをおっしゃってたので、うん、毎月7万とかどうやって貯めるの、まあ、だからね、貯めるのも無理だろうから、うん、あの資産運用せえって進めたから、あ、そうだよね、そうそう、株で運用して書いてあるのはそういう中身だったんでしょうね。だから危ない株に手を出させようとしているんでしょうかっていう、このでしかも、うん、じゃあ認知症の高齢者にもぜひタンス預金を出してもらうためにどうしましょうっていうのを真剣に議論、ああそういうことなの、そういう報告書だったっていうね、金融庁、ひどいよね、だから金融庁でそのひどい、内容をなんか受け取らな い, ない受け取らないっていう、ね、考え方が違うから、受け取らないことにすれば、うん、あのそうやって書かれたことを議論しなくていいって考え方なんですよね、うん、ホームページには載ってますとかって開き直るんですけど、はいはい、だけど政府として受け取っていないんだから、そんなこと質問されても答弁できませんっていうことになっちゃうわけですよ、うん、ここはひどいよね、ひどいよね、うん、これは、うんうん、なので、うん、ぜひなんか話題になってる、うん、そう、財源論が、財源論がガーッとこうね、ガーッとこう注目になってきたから、うん、そうですよね、年金支える財源どうするんだ、はい、うん、ね、向こうは言えないから、うん、7兆円減らして当たり前って言ってるから、そうだよ、なんかね、うん、C さんとの話でね、あの、はい、ちょっと、まあ、あの私もツイートにしてゲロったって書いたやつをあの C さんがなんとね、あの引用リツイート引用ツイートしちゃったっていう、なんか C さんこれで本当にいいのかなって私も思ったぐらいなんですけど、あの
なんでね、あのちょっとね、あのびっくりしちゃったんですけど、ぜひね、本当にこうそういうこう声がね、あの、まあ皆さんね、あの、まあ怒りの声が、あの共産党に、まあ、支持を、ね、あの訴える人たちも増えてきてるということだと思うので、ね、だってね、赤旗ね、あの動画見て赤旗ね、取ってくれって親に言った人がいるいるって、小池さんがこの間のね、あの立川の大阪からね電話かかってきて、いきなりいきなりあのそれ見て、小池さんの動画を見た人が、あの親御さんに絶対赤旗取るべきだって言いまして、で通らせ取ってくれた。なるほど、うん、はい、なるほど、そうだよね、うん、財源論も詳しく載ってるから、載ってるから、ぜひ読んでくれっていう、そうそう、だから今回ね、制作出されたやつね、あの、うん、本当にパッケージになっていて、その辺ね、あのマクロ経済スライド、あのをもうやめてっていう話をね、うん、あのそう言ってるんで、まあ、あの新しくね、そのまあね、超高額所得者とかね、溜め込んでる大企業とかね、大企業とかね、うん、が、あの別に今からすぐね、その内部留保にね、そのまま課税してみたいなこと言ってませんから、言ってませんから、ね、それちゃんとね見てほしいんですけど、見てほしい、ね、身ぐるみはごうなんてしてません、そうそう、中小企業並みに法人税率払ってこれからね、まだまだ儲かりそうなところに対してちゃんと部分に払ってくださいねっていうことを言ってるだけなの で周りもあって絶対企業の利益になりますから、 そうなんですよね、うん、実際ね、これでね、そういう形でね、皆さんが、ね、消費しなかったらね、厳しいんですよ、うん、まあ、だからその消費がね、あの少なくならない消費税もダメっていうことでね、うん、あの今ね、それも増税はダメだということで、はい、はい、やってますのでね、はいはい、ちょっとあのね、お二人にも頑張っていただいて、はい、語り手になって、皆さんもぜひよろしくお願いいたします、はい、頑張ります、ぜひこのツイート、あの、ね、動画もツイートで、あのいっぱい拡散していただいて、はい、あの田村さんの、ね、あのキラさんが出てるっていうことでは、あの、はい、珍しい動画になっておりますので、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。